ウェーサーカ祭り、ウエサク祭り、ベッセック、カンボジア、バサカボキア、インドバングラデシュネパール、ビザカプジャ、ブッダプルネマ、または、ブッダジャヤンチ、太陽国、ウィッサーカブチャー、ビサカブチャ、ベトナム、PH、トン。N、インドネシア、ウェーソック、スリランカマレーシア、ベッセック、中国語文化圏、ブツタン、FD や N、チベット、アンドサーガダワ、ラオス。 ビクセカブアは、仏教において行われる年に一度の祭りである。この祭りは、東南アジアや香港、台湾などでも行われているが、大乗仏教の伝わった東アジアでは、ウェーサーカー祭りの代わりに、幹部使いが行われる。大乗仏教に伝わっているところによると、ウェーサーカー祭りは、サンスクリット語でいうバゾカに該当する行事とされている。ミャンマーでは、 満月祭を意味するか騒音ラピアエと呼ばれ、ミャンマーの暦で2月にあたる。ウェーサーカ祭りの正確な開催日は、その地域や、宗派の採用する暦によって異なる。仏滅期限を採用する、神ザブ仏教では、満月の出るアップ王ぞさの日にウェーサーカ祭りを行う。中国では、中国歴でいう4月の最初の満月の日にあたる。西洋のグレゴリオ歴では、 年ごとに異なるが、大体4月か5月に当てはまる。ウェーサーカ祭りが、釈迦の誕生日と非公式に呼ばれることがあるのは、この祭りが、釈迦の誕生、悟り、入滅の三大仏寺に結びついているからである。国際連合は、主な宗教の祝祭について、国際的に認知されるべき祝祭を公式に認定している。仏教のウェーサーカ祭りは、 1999年に認定された。それを受けて、国際的な仏教団体がウェーサーカ祭りを祝うイベントを開催している。日本語では、国連ウェーサークのり祝祭と表記される。タイの仏教会が主催し、全世界の仏教徒に呼びかける形をとっている。途中、仏教国の持ち回りによる開催が拡作され、2008年には、 テストケースとしてベトナムが主催したが共産国家での僧侶の扱いに多くの参加者が困惑、反発した。それを受けて非公式ながらタイでウェイ作祝祭をやり直す事態に陥り内定していた次年度の中国開催も白紙となる。結局タイでの永年開催の方向性で決着することになる。2010年は開催場所はタイながら。 共同主催者として、日本の仏教会も名前を連ねている。または、花祭りは、国民の休日になっていない。これは、釈迦の誕生日に竜が空から現れて、そ馬を注いだという孤事から来ており、中国歴でいう4月8日に行事が行われることになっているが、明治政府が暦を変更したため、今ではその暦の四月八日に祝うことになっている。愛知県では、愛知県。 上坂産業会が上坂祭を主催している。県内の仏教系高等学校に通う高校生が名古屋市にある格王山日タ寺に集い、釈迦の遺徳を称えている。ありがとうございます。